八代神社は、熊本県八代市妙見町にある神社である。妙見宮、妙見山、旧社格は、県社。上宮、中宮の、下宮の三宮からなるが、現在は下宮が本宮である。福島県の相馬妙見、大阪府の野瀬妙見と並んで、日本三大妙見の一つと言われる。1730年に書かれた、妙見宮三によれば、 795年、横岳頂上に上宮を創し、1160年、中宮の建立。1186年に、後鳥羽天皇の直眼で、兼業三位大追え遊ん高房により、下宮が創建された。1870年までは、妙見宮と呼ばれた。妙見神とは、北極星、北と七星の象徴である。神道と仏教の両部の宮寺で、 広く数形を受け、八代、下益城、足北三軍の一宮として栄えた。1871年、神仏分離令により、雨のみ中かの神国の男たちの孫を祭神とし、社名を八大神社と改められ、賢者となった。11月22日、23日の三尾県祭は、九州三大祭りの一つで、八代三尾県祭のみ行行事として、 国の重要無形民族文化財に指定されている。八代明建祭は、八代神社の秋の霊体祭であり、九州三大祭りの一つである。八代明建祭のみゆき行事として、国の重要無形民族文化財に指定されている。2011年3月9日指定。山、保護、屋台行事の一つとして、国際連合教育科学文化機関の、 無形文化遺産に登録されている。2016年11月30日に登録が決定した。八代明検祭は、八代地方において、最大の祭礼行事で、最も古い祭礼の記録は、相良氏が支配していた時代の記録である、八代日記の1515 15年に記述がある。当時は、下宮と中宮の,の間で、神輿の信仰が行われていた。 安土桃山時代に、病研宮が衰退し祭礼が途絶えた時期があったが、加藤氏支配の時代に復興が図られた。1632年に、八千代に入った、細川三歳より御子など祭礼道具の寄進を受け、その後の漁師松井氏に、病研宮の保護が引き継がれた。ご旅所である塩屋、八幡宮まで、お下りされ、一泊される。翌日、八千代神社まで、 おのぼりの信仰で、みこし、かんぬし、しゃそう、っぽう、しんめや、やつしろ独自のだしであるかさぼこ、長崎くんちふうのしし、病ょ伝説にちなんだかめへびなど、江戸時代後期よりほぼ変わらない、さまざまな風流物が行列をともにする。表ょ祭とは、やつしろ神社で、毎年5月31日から6月1日にかけて、取り行われるお祭りのこと。江戸時代初期。 八代城主、細川忠興が八代神社に参拝した際、無病息災を記念して、八代の三室さんの氷室に貯蔵してあった雪を奉納したことに由来すると伝わる。雪の塊を模した雪餅をお供えしたり食べたりする。無病息災を祈願して、特に還暦、役入り、役明けなど、人生の節目にあたる人々が大勢参拝する。 ABC 早瀬せ 2014PP139 から141鈴木隆史編熊本の神社と寺院熊本日日新聞社198090ページ熊本日日新聞編纂熊本県大百科事典熊本日日新聞社1982456ページ八代神社由書所より九州三大祭りとは長崎諏訪神社をくんち 福岡箱崎宮法上会、八代神社妙見祭。なお、福岡箱崎宮法上会ではなく、博多祇園山笠の場合もある。八代妙見祭の進行行事とは ?2016 年4月22日閲覧。妙見宮祭礼進行行列関係資料。2016年4月22日閲覧。妙見山の氷室祭り。 2014年2月12日閲覧。表出祭の名物雪餅。字。2014年2月12日閲覧。熊本県教育会、石川愛嬌編纂。八代軍史1927年、396から407ページ八代名検載の進行行事に関するカテゴリー。ありがとうございます。